UTV は北アイルランドの ITV 系列のテレビ、放送局であり、この地域にサービスを提供している、無料放送テレビチャンネルの以前のオンエア名である。ITV、PLC によって運営されており、主にその地域向けに作成された地域ニュースサービスや、その他の番組を担当している。かつての UTV 本社だった、ベルファストのハブロックハウス ITV ネットワークの 統治機関であるインディペンデントテレビジョンオーソリティは1958年9月に北アイルランドのフランチャイズを最初に宣伝した。二つの企業連合がフランチャイズに応募した。その一つは第四代アバコーン公爵が主導し、ベリファストテレグラフとザノーザンウィックの新聞2紙が支援し、もう一つはアントリム伯爵が主導し、ザニュースレターとローレンス・オリビエが支援した。 ITA は最終的に放送局へのより大きな投資がカトリックの情報源に提供されるという条件で新しいフランチャイズを取得するために入札を統合するよう両者を説得した。ITA の要請に応えグループはアルスターテレビジョンリミテッドという名称で放送の計画を立てた。当初は1日あたり20分間のローカル番組を提供しようとした。 同社は、アソシエーテッドブリティッシュコーポレーションと協力して、CM 放送時間を販売し、ベルファストのオウモーロードにある、ハブロックハウスのかつてのヘムステッチ倉庫に、スタジオの敷地を維持するよう手配した。アルスターテレビジョンは、1959年10月31日16時に放送を開始。イギリス国内では、12番目の ITV 系列局となった。 開局時は、当時北アイルランド総督だったジョン・ローダーが監督し、ローレンス・オリビエが開局式典の司会を務めた。任務アナウンサーのエイドリアン・マクギルによって紹介された開局後の最初の夜の番組は、ロビンフットの冒険やサンセット77などのネットワークシリーズ、イタンからの2つのニュース番組と1949年の長編映画、起動舞台を特集した。 ローレンス・オリビエは、ジョゼフ・アディソンの、広々とした大空からの抜粋である、同局の最初のエピローグを届けた。翌日夜に、UTV は、ABC テレビと共同で制作した、アームチェアシアターシリーズ、エイシリング・フォー・ザ・エビル・デイに劇を寄稿した。その日の早い段階で、同局は、最初の非公式のカラー制作を放送した。北アイルランド全土からの画像のフィルムが、 ベイクハースと男爵によって制作されたアルスター・リッチ・アンドレアと題して放送された。開局時にアルスター・テレビジョンは6人のプレゼンターを含む100人のスタッフを雇用した。アイバー・ミルズとアングレックが地元のマガジン番組ラウンド・アバウトのプレゼンターとして選ばれた。エイドリアン・マクギル、ジェームズ・グリーン、ブライアン・ダーキンが最初のつなぎ司会者で オトラグビーユニオンインターナショナルのアーネスト・ストラスディは、同局のスポーツプレゼンターとして採用された。当初、アルスターテレビジョンの番組は、ベルファスト近くのブラックマウンテン送信所の範囲内に、いる住民のみが視聴できた。しかし、開局後最初の夜の番組で、100マイル以上離れたアイルランドの首都ダブリンの住民の何人かが、同局に電話して、 映像の受信状態が悪いと苦情を言ったと報告された。1963年2月にストラベン送信所が開設された時、UTV の放送対象地域は北、アイルランド西部地域に広がった。アルスターテレビジョンの UHF パルカラーサービスは、1970年9月にディビスの UHF 送信所を開設したことで開始された。これに続いて、 リマバディとブローアーマー運転に2つの追加の送信書があった。1980年代初頭には学校放送が放送されていなかった。時間帯が短縮、平日正午に放送され、毎晩23時30分に放送終了していた。この体制は1982年まで続いた。1988年10月、ITV ネットワークで最後となる24時間。 放送を開始した。UTV は当初、バーミンガムのセントラルが提供するサービスを利用する予定だったが、グラナダテレビジョンの持続的なフィードであるナイトタイムに切り替えるというギリギリの判断により、1ヶ月の遅延が発生した。2006年5月26日に、ベルファストで開催された同社の年次株主総会で、公開有限責任会社名をアルスターテレビジョン PLC から、 UTV, PLC に変更した。同社は既存の名称はもはや会社の事業の全範囲を反映していないと考えていた。2007年10月のさらなる変更で UTV は企業再編を行い UTV の株主は新しい持ち株会社である UTV メディア PLC の株式と交換し UTV, PLC の新しいメディア及びラジオ主会社の 株式を引き継いだ。UTV リミテッド現在は UTV メディアの完全公会社は ITV フランチャイズの運営会社のみに戻った。2010年10月5日に公開増度での放送を開始した。2015年10月19日、UTV メディアは規制当局の承認を条件として ITV フランチャイズと UTV ブランドを ITV PLC に1億ポンドで売却すると発表した。ITV、PLC の CEO であるアダム・クロージアは次のように述べて歓迎した。買収は翌2月に完了した。ITV は北アイルランドで UTV ブランドを完全に放置することを目的としており、標準化された名前でブランド変更することは意図していない。2016年7月11日、ITV、 PLC は UTV アイルランドサービスをバージンメディアアイルランドに売却すると発表した。以前の UTV メディアグループは再編成されワイヤレスグループとしてブランド名が変更され2016年6月にルパート・マードックのニュースコーポレーションが会社を設立するまでラジオ資産を保持していた。翌月 ITV、IT PLC は UTV アイルランドを リバティメディアの子会社であるバージンメディアアイルランドに1000万ユーロで売却した。2016年10月 ITV は UTV のハブロックハウススタジオを閉鎖する計画を発表した。UTV は2018年7月1日からベルファストハーバーエステートのシティキーズににある新しい放送センターから放送を開始した。ローカル関連のアナウンスは2020年4月に 終了し、他のすべての ITV、PLC 地域に合わせて、チャンネルを ITV として、効果的にリブランドした。この変更は当初、新型コロナウイルス感染症の流行への一時的な、対応を目的としていたが、2020年11月に、高級的なものとなった。UTV の名称は、ローカル番組、特に報道番組、UTV ライブ、及び、 ローカルのニュース以外の番組のオンエアプロモーションで引き続き使用される。ありがとうございます。